どうもこんにちは、坂東です。今日はですね、ダイソープチ電車、こちらですね、100均で売っていたなんかプラレールのようなおもちゃがありましたので、買ってきてどんなもんかなといろいろ探ってみました。ネットの情報によりますと、このタイヤの幅が若干プラレールよりも狭くてですね、プラレールの線路の上を走れるのか走れないのか微妙なところだなというふうな情報もありました。で、実際にプラレールのレールをね、ちょっと持ってきて試してみたいと思いますので、と、まあそんなことを言っていた矢先にですね、まあ、もちろん子供がね遊ぶものなんで、息子がいろいろ電池を入れたりいろいろいじってるうちにですね、もうものの5分10分ぐらいかなで壊れちゃいました。そうですね、壊れたのは中間車両です。上の車体を止めておくこういうプラスチックの部品がパキッと折れてしまいました。とは言いましてもね、やっぱり3歳の子供なんでおもちゃを壊してしまうのはある程度仕方はないんですけれども、ずっとプラレールをやってきてですね、まあ、こんな壊れ方することはなかったんで、いや、 やっぱり100円100均の商品だなというところですね。ここなんですよ、こんなところをね、こんなやばいプラスチックの部品で止めてたら、それはまあ一発で壊れますわね。具体的には、まあ、無理に開けようとしたんでしょうね、電池を入れようとして。これが爪ですよね。そしてここにどうやら2ミリぐらいかな、2ミリぐらいの太さのプラスチックの部品がこうあった、まあ、パキッといってしまったと。これは壊れますわね。これはもうゴミですね。さて、どうやって直そうかなという楽しみも生まれてくるわけなんですけれども、これを直すのは面倒だな。爪ですからね、何しろ。これはセロハンテープかな、ここ。はい、セロハンテープ貼ってみました。まあまあこれでいいでしょう。そしてですね、電源スイッチはここなんですけれども、このままだと動力車がプラレールの線路にはまらないというふうな情報もありましたので、ペンチか何かでこうやってグイグイと広げてやる必要があるんですけど、これがまた硬い。まあちょっとやそっとじゃね、広がらないんですよ。で、なんとか広げてはみたんですけれども、今から走行テストやっていきたいと思います。はい、それでは行ってみます。動かない。なぜ？セロテープが、一瞬動いた。電池入れ直したらまあいけましたが、怪しすぎる。そーっといってみますね。動かない。これは大変だ。ないんか。電池か。緑と黄色のラインのところですね。まあ、このくらいあればいいでしょう、十分。止まったの、そこで。この怪しい動き、しかもこれカーブで、カーブで線路からタイヤがはみ出してますね。そこで思わぬトルクがかかって動かないということですか。これは改造のしがいがありすぎです。改造しがいありすぎ。まず接点が怪しい。そしてタイヤを広げてはいいんですけれども、コーナリングの時に
タイヤが浮いてしまう、そしてトルクが少ない。モーターはドノーマルのモーターですね。これはハイパーダッシュモーターか何かに変えたら面白そうですね。で、接触不良の問題はどうしよう。車体をかぶせただけで接触不良になっちゃうんですよね。ほら、もう動かない。え、そんな接触な、いくら100円とはいえもう動かない。そして動かない。こりゃ大変だ。動いた、しょうがない。これで動かしてみましょう。脱線してる。まあ非常に面白い商品というか、カスタムしがいのあるハードルの高い商品で、これからの改造ネタにはもってこいかなというふうには思います。はい、ですね、なんとか車両をつないで接触不良もなくなるように調整してみました。それでは行ってみます。こんなに悪いんだ。とりあえずちょっといっぺん分解してみますわ。はい、それでは今日はこの辺で。